あ、それでは皆さんすいません、そろそろ始めさせていただこうと思いますが、よろしいでしょうか。ちょっとですね、気持ち、あの空間結構空いてるので、よければあの前の方に少しずつでも来ていただけると大変ありがたいですし、僕らもちょっとテーブル1個にまとまった感じだったりするので、ぜひあのお近くの方にお願いできればと思います。はい、ということでじゃあこれから始めさせていただきます。皆さんよろしくお願いいたします。でちょっとこちらのスライドはちょっとあの文字とか見えづらいかもしれませんが、ご容赦ください。今回テーマとして官民副業で切り開くトライセクターの新しい働き方ということでお話をさせていただこうと思っております。もうちょうど4人で自己紹介もできればなと思っておりますが、今回このセッションを企画したのが私だったりするので、私の方から最初簡単にあのこのセッションの企画背景等も含めてご紹介させていただければと思います。でですね、ちょっと最初自己紹介から入れればと思いますが、私自身ですね、週3日間はあの民間企業の正社員として仕事をしているのと、2日間に関しては非常勤国家公務員として文部科学省の広報室で仕事をしております。民間の方ではこのループスコミュニケーションズという会社で企業向けに広報とかマーケティングのコンサルティングをしていたりしますし、まあ仕事としてはいろいろやってたりするんですけれども、他にいろいろと副業兼業的なことも個人でやってまして、例えば一般社団法人ワークデザインラボっていうあの団体で共同創業者数理事として活動していたりとか、一般社団法人ソーシャルシフトラボっていう団体ではこれも創設メンバーとか事務局長という形で動いていたりしています。で他にも新宿区に住んでるんですけれども、新宿区の方では子ども子育て会議の区民委員もやっていたりしますし、そう あんまり言ってなかったかもしれませんがやってたりしますし、ちょっと簡単に夫婦の取り組みもご紹介したいなと思うのが、結構このシビックテック含めて近しい分野で夫婦で活動しております。例えばメディア運営していたりするのは、テーマとしてはテクノロジー、マーケティング、NPO、政治、行政、子育てとか、そういうテーマで情報発信していたりとか、 IT× 政治の会というコミュニティも運営しておりまして、政治行政分野における広報とかコミュニケーションに関するコミュニティもあったりします。で他にもこのメディア各社との情報交換、これ左上から Facebook 社、右側が Twitter 社、左下が Google さんで、右下が Yahoo さんだったりしますけど、そういったところの情報交換もしてたりしますし、今日のちょうどあの時間があればご紹介したいなと思いますけれども、 NPO 法人 SVP 東京という団体でもパートナーとして活動していたりしていて、 NPO 界隈でも結構動いていたりしています。 E-Education という団体では途上国向けの教育課題に立ち向かっているところがあるんですけれども、ここでもご一緒していたりとか、今日も別のセッションを持ってましたが、 NPO 法人エティックの方でも少しあの活動していたりしています。で今日のテーマとしてはですね、ちょうど私が昨年から文部科学省の大臣官房広報総務課広報室の方で広報戦略アドバイザーを始めさせていただいています。でなんで、正式にその週3日と週2日という形で2枚名刺を持ってあの所属するという形でやらせていただいているんですけれども、まあ、何やってるかって話は後ほどまた時間があれば詳しくご紹介できればと思っております。でですね、ちょっと今日皆さんがどこまであのこのテーマのどの分野にちょっと興味をお持ちいただいたかってちょっと分かりかねる部分もあるんですけれども、初めにちょっとぜひお伝えしたいあの話がありまして、何かっていうとですね、このトライセクターリーダーって話をぜひ最初に冒頭でさせていただきたいなと思っております。この単語を今僕が言う前にもともと知ってましたっていう方ってどのくらいいらっしゃいますか。ちょっとよければ挙手いただけると大変ありがたいですが、ありがとうございます。お一人ということで、あのぜひちょっとご紹介したいなと思ってるんですけれども、これ何かというとですね、上に書いてますけれども、企業とか政治行政とか、あと非営利組織も含めていろんなセクターがあるかと思いますが、そういったセクターの垣根を越えて活躍する人のことをトライセクターリーダーということで、あの新しいキャリアとして定義されたのがこのハーバードビジネスレビューの2014年2月号でした。でここで紹介されていて、これ確かにいいなと当時読んでいて思いまして、実際にちょっと小さい字で書いてるんですけれども、一つのセクター内で解決できる課題って結構減ってきていたりすると思いますし、行政もかなり頑張ってやってると思いますけれども、やっぱりその行政だけでは解決できない課題が多すぎるのもあるので、そういった部分でいうと企業とか政治行政とか NPO とかいろんなセクターの垣根を越えて課題解決に取り組んでいくことが重要かなというふうに思っています。で例えば海外でいうと、この2人とか非常に著名な方だと思いますけれども、左側が元副大統領のアルゴアさん、あ、これごめんなさい、だったりすると思いますし、右側に関しては Facebook 社の COO の
セリル・サンドバーグさんだったりしますけれども、こういう方々ってもともとその民間でも活躍していて、国とか政府の方でも活躍していて、非営利組織でも活躍するっていう、かなりあのマルチセクターで活動されている方だなと思っております。なのでこういう方々が海外にも増えてきていると思いますし、国内でもかなりこのシビックテック界隈にも増えてきていると思うので、こういったところはもっとあの社会的にも広まっていくといいんじゃないかなと思います。でですね、まさに日本でいうと少子高齢化をはじめとしたさまざまな課題があると思うので、そういった課題に対して立ち向かっていくためには、下に書いている通りセクターを超えて社会課題の解決に取り組むことが重要かなと思っています。ただ、これって言うのは簡単に、やるのはすごい難しくてですね、今日もちょっと4人で集まってるんですけれども、まさに必要なことって、こういうセクターの垣根を越えて活動する人がまず増えていくことが非常に重要だと考えております。例えばここにちょっと小さく載ってますけれども、やっぱりセクターごとに時間軸も違えば行動原理も違ってさまざまな違いがあります。そういう違いを体感値を持って実践につなげていける人が非常に重要かなと思っていて、まあ、そういう話を今日この後できればと思います。あ、すいません、ちょっとマイクを変えましたが思っています。なんでこういうセクターのことを意識した働き方へのシフトに関しては、今日いろいろご紹介させていただきたいですし、あのみんなで話していければなと思っております。ちょっと参考までに、あの過当家的なというか、あの僕がですね、夫婦ですごい意識している実践している働き方をご紹介したいなと思ってるんですけれども、こんな風にその企業とか NPO とか政治行政含めて、さまざまなところに組織に所属したりとか、業務委託で仕事をしたりとか、プロボノしたりという形で仕事に取り組んでいるつもりです。こういうことを個人でもやっていけると、かなりその社会課題解決に向けて取り組んでいける幅が広がっていくと思うので、こういう話はぜひこれからもしたいなと思っておりますので、ですね、一度最初の話はそろそろおしまいにしたいなと思ってるんですけれども、例えばそれに向けて、これまでやってきたこととしてこういうのがあります。左側に挙げてるのはちょっと字が小さいですけれども、今年の前半にですね、副業たけ×ガブテックという形でイベントを開催いただいて、そこに登壇させていただきました。シビックテックの分野にもよく出ていらっしゃるあの政府 CIO 補佐官の方々とかとご一緒させていただきながら、副業×ガブテックというテーマでお話しさせていただいたりとか、右側に挙げているのは週3から OK の広報に関する求人が結構あの内閣府とか内閣官房とか国とか政府の方でもあるなというのを思ってですね、それをまとめた記事を公開したところ、1000近くいいねがついたりして、結構あの知らなかったけどこういうのあるんだという人が多かったりもしたので、そういったのもぜひ知っていただきたいなと思っております。他にもこれもちょっと小さいですけれども、結構各省庁で意外とですね、その民間人材のしかも結構意思決定に近いところに行けるような幹部ポジション的な求人もあるなと思ってまして、例えばこれ左側から言うとデジタル政策担当の方を募集していたりとか、広報室長を募集していたりとか、あと企画関係幹部職ですねのポストを募集していたりってことが結構あったりするので、こういったのもぜひ皆さんにもご注目いただきながら、今後あのキャリアを考えていただけると面白いんじゃないかなと思っております。でですね、今日このセッションの僕としてのあの思いはこういったことがしたいなと思ってまして、まさにセクターの垣根を越えて社会課題の解決に取り組む人が増えていくといいなと思っているので、そういう思いを持って僕は話したいと思いますし、まあ、これに共感いただけるんだれば皆さんにもそういう話をしていただいたりとか、皆さんからもぜひお声がいただければなと思っております。ということで、ちょっと前半が長くなってしまいましたが、これからお三方にも自己紹介をお願いしたいと思っております。ちょっと参考までに僕の方からご紹介したいのが、ちょっと一番左側は今日いない人間なんですけれども、文部科学省の方でも僕が一人目としてあの広報戦略アドバイザー去年から始めてるんですけれども、今では実は文科省では広報室に3人広報戦略アドバイザーがいまして、そういう人間が民間から入ってきていたりしています。で、真ん中に挙げてるのはそこにいる篠原さんなんですけれども、国家公務員の兼業、しかも優勝でお金をもらいながら兼業副業するっていうのも、だいぶ制度が整備されてやりやすくなってっていうのもあって、この春ぐらいから少しずつやってきてる人が増えてきていたりもしますが、そういった話もぜひ聞かせていただきたいなと思いますし、一番右側にあるのはですね、後ほど小菅さんからもご本人からお話があるかもしれませんが、ビズリーチさんからのビズリーチさんで募集して1338名の応募があって、その中から2名選ばれたっていう週一官僚がいまして、そのうちのお一人が今日いらっしゃる小菅さんだったりします。なのでそれも含めてかなりいろんな新しい動きがあるので、そういったところもぜひご紹介させていただきながら今日過ごせればなと思っております。ちょっとあの触れられなかったら自己紹介のちょっとぜひお願いしたいと思います。ということで、ちょっと僕の方から前段の話をさせていただきました。
では引き続き一人ずつ簡単に自己紹介をお願いできればなと思っていて、ちょっと投影する、はい、じゃあトークでつないでおきましょうかね。すごいですね、今日は会場が満員になっていてですね、すごい熱気がこっちにも伝わってきますけどもね、はい、カメラの向こうの方ちょっと見えないかもしれませんけども、会場今大変な熱気になっていてですね、大人数、わーみんなと挨拶できるかなみたいな感じがありますけども、じゃあそろそろ用意ができましたでしょうかね。続きのモデレーター、はい、ということで、今日は男女という風な形でですね、男女雇用機会均等法に、照らし合わせて、席の位置が、決まっておりますけども、まずは僕も大好きな小島さんの方から、プレゼンの方をいただきたいなというふうに思います。それではよろしくお願いします、はい、どうぞ。ありがとうございます、小島真理子と申します。はい、で外務省の方で実は8月末で任期を終えてしまったんですけれども、外務省におりました。で私は兼業ではなくて完全に民間を辞めてから外務省に移って、で今また独立してやっているんですけれども、現在やっていることはもともとバカルディっていうお酒会社にいまして、そちらの PR を業務委託受けているのと、あと、外務省の方のプロジェクトも少しお手伝いをしながら、あとフォーブスっていうビジネス誌の方で編集の仕事をしてます。はい、一個一個簡単に概略をということで、もともとのキャリアのスタートは編集者でした。でスクワイアというカルチャー誌がありまして、こちらで編集の仕事を5年ぐらいやっていました。でその後のバカルディがすごく長くてですね、10年半ぐらいやっていました。でここで広報の仕事やってたんですけれども、さっき加藤さんからもありましたが、なかなか民間の何でしょう、プロモーションで限界を感じたというか、バカルディもグローバルの取り組みとして結構SDGs だとか、プラスチックストローを廃止しますとか、そういうものの方が実際の商品の話よりも話題になったりだとか、結構企業を超えたところでこれからは活動を広げられる方が、企業にとってもいいんだろうなってうっすら思いつついました。でその頃に私はなんと先ほどの加藤さんの衆参官僚の記事を見かけてしまったんですね。加藤さんがきっかけだったんです。でそれで、あ、こういうキャリアもあるんだなと思って、受かるかは分からないけどエントリーしてみようということでエントリーをしたら、ご縁があって通りまして、で次のスライドですかね。で外務省の方にお世話になりました。で外務省でやっていたのは、外務省がやっているジャパンハウスという文化事業のプロジェクトがありまして、ご存知の方はいらっしゃらないと思うんですが、いらっしゃいますかね。いらっしゃらないと思うんですが、実は、結構大規模にやっていまして、3カ国で、はい、ロンドン、サンパウロ、ロサンゼルスで文化施設ですね、日本の職人さんだとか、現代アートだとか、いろんな今見せたい日本というものをアピールする場所としてやっているジャパンハウスという施設があります。でこちらはレストランと物販もあるんですけれども、そちらでどういう日本を見せていくか、すごい広い意味での広報なんですけれども、そういったパブリックディプロマシーの分野をやらせていただきました。でいろいろ経験して、今はまた民間に戻って、これから官と民をつなげるようなこととかできたらいいなって思っているような段階です。簡単になりますが以上になります。今日の4名はですね、ここで皆さん大体こうバックグラウンドを初めて知るみたいな感じで、だいぶアドリブ感がありますけども、このライブ感こそがなんか新しいイノベーションを生むのに大事だなと思いますので、ぜひお付き合いいただければなと思います。冒頭の加藤さんとですね、小島さんに比べると僕のスライド2枚です。2枚で、5分間の、自己紹介をさせていただきますので、僕の顔とですね、あとなんかよくわかんないですけども、この辺の組織を、少し、覚えておいていただきたいなというふうに思います。改めまして、経済産業省でですね、週1だけ官僚をやっております空飛ぶ車コミュニティマネージャーの、小菅と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ね、大きな拍手をいただいてね、今ありがたいなと思いますけども、あくまでこの週1しか私は霞が関にはおりませんで、あとの4日間は基本的には実は NPO のこの一番大きいロゴで書かれております社会の課題に市民の創造力をという、キーテーマで活動しているイシュープラスデザインという組織に、所属しています。実はこのイシュープラスデザインというのは、この社会の課題に市民の創造力をというふうに書かせていただきましたが、主なクライアントは全国に1700以上ある市区町村が基本的にはメインのクライアントになります。
さまざま地方創生という文脈で、地方にはいろいろな課題があるんですけども、その課題をもう少し課題を可視化したりとか、課題を何かデザインの力で解決できないかといったアプローチから、さまざまな観光のお手伝いもさせていただきますし、少子高齢化みたいなところのお手伝いもさせていただきますし、もちろん地域によってさまざまな課題が一本化していませんので、もう少し大きなレイヤーの例えば認知症の課題をどうするのか、虐待の問題をどうするのかみたいなところをデザイン思考のアプローチで解決をしているという集団に属しています。まあ、それ以外にもちょっと、不思議なところで言えば群馬県の嬬恋村という地域の観光大使をやらさせていただいたりとか、企業マターでは、シンフォニークルーズというですねクルーズ船を持った、シーライン東京というところで広報 PR の顧問をやっていたり、嬬恋村と連動しているこの NPO じゃないですね、任意団体ですね、日本愛妻家協会というですね、まあ、夫婦がの温暖化をどういうふうに推進できるかといった団体を、属してやっている次第です。もともと実はこの官僚の仕事っていうのは皆さんがその例えば加藤さんが就任やられているとかそれを見て募集したというキャリアとは全然僕は違っていて、もともと NPO のイシュープラスデザインというところのクライアントさんが行政の職員だったというところがあります。で、全てのプロジェクトデザインからアプローチとは言いましたけども、行政職員とそれこそ地域に住まう人々とさらには NPO みたいな私たち外のプレイヤーが、まあ、あのマルチステークホルダーが一緒になってものを作らなければいけないときに、どうしてもそのメインクライアントである行政職員のインサイトの部分で何が課題でどんな壁があってどういう思考で物事に取り組んでいるのかっていうのが自分がその行政サイドを経験したことがないので、正直なところを表層的に割り解できても内部の部分までは分からなかったと。まあ、こんなところがありまして、たまたまその経産省さんが週一の官僚っていうのをやれる人募集みたいなことが書かれていたので、これは行政の自分がなってみることによってこういう価値観があるんだ、こういうところが壁なんだっていうのが理解できるんではないかなというところで飛び込んで今回採用に至ったわけです。でやっている、プロジェクト本当様々です。地方創生みたいなところで、群馬県の嬬恋村みたいな地域の観光振興みたいなことをしていることもあれば、例えば東京都の組織である警視庁みたいなところと交通安全に関する取り組みをデザイン的アプローチでいかにそのソーシャルデザインというふうな形で、交通安全の機運を高めていくかみたいなプロジェクトもしていますし、和歌山県の新宮市みたいなところでは女性活躍支援みたいな座組で行政職員の女性と町に住む活躍する女性みたいな人たちと一緒に情報発信の PR 部隊みたいなものを運用したりみたいなこともさせていただいています。全国各地の課題みたいなところを言えば、先ほど小島さんからもありましたけども SDGs みたいなのと地方創生をブリッジするデザインですとか、まさに空飛ぶ車みたいなものはそもそも空飛ぶ車とは何ぞやみたいなところもまだ通年上理解が少ないですし、そもそも頭の上を何か物体が飛ぶみたいな社会需要性をどうやって高めるんだいみたいなところも含めて、今まさに官民が一体になって制度設計含めたものを展開している次第です。まあ、基本的に見ていただいて分かる通り口から生まれてきたような感じでずっと喋っていられるので時間を切らないと終われないっていうところが一つ弱点ではあるんですけども、こんな、はい、息吹を官の方にお話をさせていただきつつ、面白おかしくやっていければなというふうに思います。今日はよろしくお願いします。はい、ということで、はい、続きまして文部科学省におります篠原と申します。よろしくお願いいたします。簡単に自己紹介いたしますと、平成20年に文部科学省に、まあ、入省いたしまして、まあ、12年間、まあ、官僚をやっております。で、まあ、今までこう辿ってきた部署をざーっと書いてみましたけれども、まあ、大きく分けて2つあるかなと思っていて、1つは科学日本 の, その科学技術力を強化するためにどうしたらいいかということを、まあ、いろんな科経験してますけれどもやってきたというのがあります。で、例えばですね、2013年の7月に科学技術学術政策局の企画評価課というところにいたんですけれども、まあ、ここでやった仕事っていうのがその科学技術今
今後その日本の将来10年先を見据えてどんな科学技術政策を打っていったらいいかということをですね、今後5年間どういうふうにしたらいいかということを、あの科学技術基本計画というものがあるんですけれども、その立案に携わったり、まあ、基本的にも科学技術政策ばっかりやってきたって感じです。で、大きく分けて2つと申し上げましたけれども、その2つ目が東日本大震災の関連というのが2つ目として挙げられます。で、2010年の7月のところに原子力安全課というところをいたんですけれども、まさに11月にですね、東日本大2011年の3月に東日本大震災がありまして、まあ、基本的にはその経済産業省の方がメインなんですけれども、文科省の中で一番その東日本大震災の対応中心としてやるところにいました。で、それから2016年の7月のところなんですけれども、復興庁というところに出向いたしまして、よく復興庁というと熊本の震災とかも対応しているのって言われているんですけど、復興庁はもう東日本大震災の対応がメインなんですけれども、そこで2年間原子力災害復興班というところと被災者支援班というところにいて、原子力災害復興班というのは基本的にもう福島メインで、次の被災者支援班というのはこれ1年ずついたんですけれども、被災3県、それから被災3県から県外にご避難されている方ってはまだ数多くいらっしゃるので、県外にご避難されている方の被災者支援をどうしたらいいかということを考えていくことをやっていきました。で、例えばなんですけれども、この復興省時代がすごい文科省の時と違うなって思ったのが、すごい現場に行ったんですね。福島週1ぐらいで行ってますし、もう本当に被災地の自治体の方とか NPO の方とか、それから民間企業の方と一緒になってどういうことをやっていかなきゃいけないかってこと。で、私がちょうどもう2016年なので、大体もうハードの支援はほぼほぼ完了していたんですけれども、心の復興とか生活再建支援とかソフト面ではまだまだ課題多かったので、その3セクターのみんなでですね、協力してどういうことをやっていかなきゃいけないかということをやっていたのが、そのこの2年間復興庁時代です。で、まあ、2018年去年の夏に、まあ、文科省に戻ってきて、今広報室というところにおりまして、まあ、加藤さんと一緒に仕事させていただいているんですけれども、やっぱりですね、その、まあ、震災の時に、まあ、震災対応をしていたり、まあ、復興庁時代の2年間でやっぱりその現場が近くて、そのやっぱ社会課題に直接的にこう関与する仕事をしたいなって思ってたんです。で、ちょうどですね、今年の3月その国家公務員の兼業というのがやりやすくなったのもありまして、で、下副業というところで一般社団法人 RCF と書かせていただいてるんですけれども、5月にですね、まあ、ここの団体何をしてるかっていうのは、まあ後でちょっとまあチェックしていただければと思うんですけれども、2011年東日本大震災のですね、受けてその復興支援を主にしようということで立ち上がった団体です。で、今はまあもちろん東日本大震災だけじゃなくてですね、各地 の、 その社会課題解決のためのいろんな取り組みをしているんですけれども、やはり引き続きですね、復興庁時代で培ったこととかを生かして、もっとこの社会課題解決、そして東日本の東北のために何かやりたいなと思って、その今年の5月から兼業を始めたというような感じです。よろしくお願いします。はい、お三方ありがとうございます。ちょっと非常に短い時間ではありますが、ちょっと5分間に凝縮しきれないぐらいいろんなことやってる3人というか私含めていろいろやってると思うので、その話はまた機会があれば話したいなと思うものの、今日のテーマとしてはこの官民副業で切り開くトライセクターな新しい働き方ということでやらせていただこうと思うので、こういう仕事内容ももちろん入ってくるかもしれませんが、基本は働き方部分中心にお話できればと思っております。でですね、やっぱ4人いると結構話も広がっていっちゃうかもしれないんで、いくつかテーマ絞ってお話をしていきたいなと思っております。で、初めに皆さんにぜひお伺いしたいのが、ここに挙げてますけれども、ご自身のキャリアにおける現在の位置づけがどういうものか、その過去から未来に向けての、まあ、現状というのがあると思いますけれども、それも含めて今の自己紹介のちょっと延長的なものも入れていただいて構いませんし、ちょっともう少し詳しめにキャリアっていう観点からお話しいただきたいなと思っております。で、またちょっとこういう順番でもいいですか。で、最後僕軽く喋ります。はい、分かりました。はい、そうですね、キャリアにおける位置づけについては、まあ、外務省についてはそうですね、まあ、転職というよりは私的には留学みたいな気持ちが大きかったですね。なんかこの1年でやれることを広げて、でそれを今後のまた自分の民間でのキャリアにつなげようかなという感じでしたね。なので、まあ、通常の転職とはちょっと違う気持ちでやってみたというところがありますね。
なんかあれもともとその、なんだろう、ずっと言おうとかはやっぱりなくて、一回ちょっと試してみようかなみたいな形で始めたっていう感じですよね。はい、そうでした。これから行政にずっと言おうっていうのではなくて、そうですね、パブリックディプロマシーのやり方を学んで、それを民間に戻したいみたいな気持ちで決めました。なんかそういったのを学んでみたいと思った理由とかなんかあったりするんですか？そうですね、民間で同じ会社で広報11年しかも、1人ポジションだったんですね。なのでそうすると結構成長機会も限られるなということを感じてました。前職の時に、すごく楽しかったんですけれども、それで、前職でも副業とか選択肢もあるんじゃないみたいなことを出てたんですが、なんか近い領域でもう一個副業してもあんまり成長につながらないかもなというのは感じました。はい、やるなら全く別のことをやる方がいいだろうな。で本当は最初週2週1それこそで入れるのを探してたんですけど、加藤さんが教えてくれた求人の中では外務省の週5が一番面白そうであったと、で思い切って変えた感じですね。なんか入り口も含めていろいろなんですね。みんなそれぞれなんか様々な領域にいるなというので面白いなと思いました。僕は実は今月末までが一応使用期間という形で、9月末そうなんですよ、中途半端ですね。そうなんです、明日までが使用期間で、果たして小菅は10月1日以降いるのかというふうに今カメラの向こうの人たちもドキドキしてるかと思うんですけども、ついこの間3月31日まで伸ばしてくれというふうに言われまして、一応使用期間が終わり、いよいよ本格稼働というふうな形になります。なんか僕の場合はその自身のキャリアにおける現在の位置づけとして、今どういうことを話そうかなって頭の中でぐるぐる考えてたんですけど、ちょうど小島さんがポンとキーワード振っていただいたんで、そこからちょっと広げると、やっぱりなんか新しい領域にチャレンジをするときに生まれる新しいその人脈とか広がりみたいなものって、民間から民間、民間から民間みたいな形でいろいろ民間だけで、もちろん、全然違う分野に行ってても新しいネットワークができるんですけど、僕が今回一番その行政サイド官の方に、足を突っ込んでみて一番思ったのが、圧倒的に政府筋の人たちのネットワークがドカッとこう広がると。でもそれって実は民間にいるとそこのネットワークに入りづらさでもあるんだなっていうのが改めて行ってみてよく分かったことで、僕としてはこの自身のキャリアにおける現在の位置づけとしては、新しいこのチャレンジを踏んだことで、また全然違う層の新しいネットワークが一気に広がっているっていう体感を今覚えてますね。なんか元々のその NPO の方でも行政職員の方々の接点って、それやっぱ地方行政ですもんね。そうなんです、基本的には地方行政で、国のその厚労省さんと何かお仕事をするみたいな時には一部とはつながりがあるんですけども、なんか結局はあくまでクライアントとそれを受け負う事業者の関係値しかなかったんですけど、なんかこっちの人だよって言い始めた瞬間に、なんて言うんでしょうかね、皆さんの近づき方と何か興味を持ち方が変わってくる感覚っていうのが、なんかものすごく僕の中ではいいチャレンジだな、だったなと、3ヶ月をちょっと振り返ったら思いましたね。はい、ありがとうございます。という点でいうと、篠原さんは今現在、さっきちょっとね自己紹介の中でも触れていただきましたが、位置づけというか、そもそも何で始めようと思ったかも含めてもう少しなんか詳しめに話があればどうでしょう。なんで始めようかと思ったのは、多分2つありまして、で1つ目が、先ほどの自己紹介でバーッとなんかこう2年か1年ごとにバン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 課が変わっていったっていうのがあるんですけれども、結局ですね、2年ごととか短ければ1年ごと、どんどんその自分の所属する担当するかっていうのがどんどん変わってきてしまって、なかなかこう自分のやりたいことっていうのがあっても、なんかそれを自らこう積極的に、もちろん自分の行きたい課選べませんし、人事課から言われたら、はい次そこねって言われたら行かないといけなくって、それって各課おのおのやりがいはあるんですけれども、それってなんかある意味受動的というか、なんか自分で自分のキャリア選べてないなっていうのがあって、で一方で今回その兼業をしたのは、要するに自分で自分のキャリアを主体的に築いていきたいっていうのがあったんです。なのでか自分がその復興庁の時に学んだことだったり、東日本大震災まさにその時対応していたのもあるので、その時の知見なりを生かしていきたいなっていうのがあって、で自分で自分のキャリアを築いていきたいなっていうのがあって、一つ、理由としては副業したっていうのがあります。で、もう一つがですね、復興庁時代にひしひし感じたんですけれども、やっぱ社会課題って、まさに被災地って社会課題がもう本当にもうまさに今直面しているところでして、もう本当に業
行政だけではもうやっていけないんですよね。で復興庁の中にも、まあ、これすごい特徴的だなと思ったんですけれども、企業連携班っていう班があって、かつボランティア班っていう班があるんですね。まあ、要するにもう国だけではなくって、その企業と連携していかないといけないので、企業連携班っていうのがありますし、ボランティア班っていうのも NPO 法人の皆さんの力も借りないといけないので、あのボランティア班っていうのがあるんですけれども、まあ、社会課題解決していくにあたっては、その行政だけじゃなくって、行政、民間、NPO が一緒になって課題解決していかなきゃいけないなっていうのが、まあ、組織上もそうなってますし、実際も現地にいてもそうだなって思ったんですよね。で実際私がその兼業先として選んだ RCF なんですけれども、トライセクターリーダー、さっきトライセクターっていうあのワード加藤さんから出していただいたんですけれども、トライセクターリーダーを育成するっていうのを一つ、キーポイントとして掲げておりまして、実際その RCF の仕事っていうのがですね、その行政、民間、NPO をつないで、どういうふうに社会課題を解決していかなきゃいけないかってことをコーディネートするっていうことを主にあの RCF っていうのはやっているので、まあ、まさにそこに飛び込んで実際そのトライセクターで働くってことをこう体感したいというのもあって、まあ、飛び込んだっていう感じです。はい、まさにそのトライセクターの話は僕もこの後続けて喋りたいなと思いつつ、ちょっと一個だけもしかしたら皆さんがあまりイメージ湧かないかもしれないでお伺いしたいのが、移動が激しいって、僕も文科省入って結構イメージ湧いたんですけど、もともと入る前ってあんまりイメージ湧いてなかったんですよ。 実際どんなもんなのかというか、やっぱ1年2年が本当にほぼ全員移動しちゃうもんなんですか。基本平均2年ですけど、早い時はもう1年でもうほぼほぼ全員、どの省庁も同じだと思いますけれども、移動していっちゃうんですね。短い場合でいうとどのくらいとかある感じ。短い場合は1年未満の時もあったりします。はい、だそこもその自分の希望が叶う場合もあれば、そうじゃなくて普通に言われる場合も多いと思うので、そこは結構難しいですよね。だ本当に自分から主体的にキャリアを切り開いていくというか、いうところは本当にそちらではやりづらい部分がもしかしたらあるかもしれないんで、副業という形でやるのはすごいいいやり方だなと個人的にも思って聞いてました。でちょっとトライセクターの話に合わせて僕もちょっと話したいなと思ったのは、僕自身ももともとその現状のキャリアの位置づけっていう点で言うと、まさに僕の場合はトライセクターを結構意識してこの 5,6 年は自分自身取り組んでいるつもりです。でですね、まあ、5,6 年ですか、もっとか7年8年なんですけれども、きっかけとしては、僕というよりは自分自身の妻がきっかけなんですけれども、妻が2012年のオバマの大統領選挙の時にちょうど現地のサンフランシスコにいたりしました。でその時にですね、現地 の選挙の盛り上がりを肌身で感じたんですけれども、結構その時って選挙ってその前の僕らで言うとあんまりちょっと身近じゃないというか、そういう分野で活動する人もいるんだなと思ってたけれども、サンフランシスコにいると結構その民間人とかマーケターとか広報とか専門性を持った方々がかなりその選挙の方に入っていって、選対とかに入っていって社会を変えようとテクノロジーを使って頑張ってるっていう、まあ、現場を目にしたっていう話を僕は体感してるんですけど、妻から聞いて、あ、そういう社会があるんだと思ってまず気づきました。でそれで帰ってきたらですね、やっぱりその自分自身もその政治行政に少し目を向けるようになって、それは国の方もそうですし、まあ、地方自治体とかその自分が住んでる地域もそうですけれども、やっぱりいろいろとその民間で仕事をしているだけだと見えなかったものがあるなというふうに思い始めて、でいろいろありましたけれども、その妻が政治行政の世界で結局働いたというのもあって、自分自身も興味を持って、プロボノ的にというか、別にその副業って形じゃないですけれども仕事をしていた時期があったりします。でそれは、民間だけじゃない、 NPO もそうですし政治行政という世界も含めて、副業という形だったら結構いろいろと動けるなと思って動いていた時期がありました。で、まあ、ただですね、これも、さっきちょっとスライドをお見せしましたけれども、7年8年前からトライセクターを意識して動こうとしても、当時20代だったんで、そもそもそのセクターをつないだり超えたりするにも、やっぱり自分自身知識がなかったりとか経験も浅いっていうのがあったので、まずはそこの経験を積んでいくっていうフェーズが僕の中ではこの7年8年なのかなと思っています。その経験もできれば自分だけで積んだら結構厳しいので、僕としてはその夫婦一緒にそういう経験を積んでトライセクターなキャリアを歩むような夫婦として動いていきたいなと思って、この数年頑張ってきているのもあるので、ちょっと今日本当は一緒に行きたいなと思ってたんですけど、ちょっと今日残念ながら来れなかったですが、まあ、そういった話をしたいなと思って今お話しさせていただいた感じになります。ということでですね、今ちょっとキャリアにおける現在の位置づけもお伺いさせていただいたんですけれども、やっぱ4人喋ったら結構時間経っちゃうなと思ったんで、もう次の方に行きたいなと思っております。
まあ、一応でも何かあったら随時振ってくださいね、はいはいはい、で次のテーマとして挙げているのが今回テーマが一応トライセクターもそうですが官民副業民間と民間の副業とかって結構増えてる気もしますけれども官と民をまたいだ副業まだまだ多くないのかなとも思うのでちょっと そこにフォーカスしてお話ができればなと思っていますが改めて今までに出してますけれども官民副業を始めた当初のことをちょっと思い起こしていただいて印象的だったことでもいいですしカルチャーショックでも構いませんしなんかいろいろエピソードを踏まえてお話しいただければ嬉しいなと思いますがじゃあお願いします。はい、そうですね、まあ、私の場合副業じゃなくて、まあ、民間から官に移ったわけなんですけど篠原さんおっしゃってたように本当に人がすぐに移動される組織なんだなっていうのは入って知りました。で特に広報っていう仕事は結構リレーションも大事でなんていうか民間だとずっと広報をやる人が多い中で国の仕事っていうのは違うとなんか臨時とか、まあ、その2年集中してやるっていうものなんだなっていうのが広報とかやるには難しい組織だなってすごい思いました。なので民間だと当たり前にあるようなプレスリストもなかったりだとかそういったところはそういうのを作るんですかみたいなそういう感じだったのでなんかいろいろとできることはありそうだなという感じはしました。だからプレスリリース配信に関しても、はい、やっぱ基本その民間だと普通に出すけど記者クラブとか含めて結構座組が特殊だったりしますよね、うん、そうですよね特殊だしあとなんか情報をすぐに出すことができないなんか室内の皆さんのなんかチェックをしてから出すとか結構プロセスがあるのでなんかなかなか難しいなという感じでしたね。でそれは私一人ではやはり何が変えられるということもなくいろんな提案はしたけれども、まあ、抜本的なことはできなかったなという印象でただ、まあ、加藤さんなどと知り合ったきっかけでもある霞が関の広報会っていうものがありまして、まあ、各省庁の広報の人が集まって広報をよくしていこうっていう会なんですけどああいうのってすごくこれからいいなって思いましたな。知見がたまるしみんなでだったら少しずつ変えられることもあるかもしれないなということでそういった光も見たっていう感じでしたね。なんか自分たちが入ってみると意外とそういうコミュニティが多かったりしますもんね。47会とかもそうですし あとベンツ会とかもそうですしいろいろあるもののやっぱりそれって自分たちが飛び込んでみなきゃ知らなかったなってもの多かったりするので、うん、そこはまた機会があればシェアできればなと思います。じゃあ引き続き小菅さんお願いします。僕は仕事がちょっと分かりづらいんですけども空飛ぶ車プロジェクトのコミュニティマネージャーという、まあ、非常に霞が関の中では違和感のありまくる肩書きなんですよ。やっぱ違和感あるんですか。やっぱありますね。なんか横に長いですねっていう風に大体名刺交換をすると言われると大体課長補佐とか主査とか主任とかって書かれてるんですけど僕だけコミュニティマネージャーっていう風に横に多分コミュニティマネージャー他にいないんじゃないですかね。で何やってんのって言われると何やってるんでしょうかねっていう風な感じで私も答えにくい部分があるんですがやはり政府っていう風な立場とか国っていう立場になると例えば都道府県の担当者と会う時も、当然都道府県47都道府県をなんかこう平均して、公平に扱わなければいけないフィルターっていうのが ものすごく濃くやっぱり文化としてあるので、当然言葉尻一つ含めてもどちらかに肩入れ しちゃいけないんだっていうようなあなんかこうところがふんふんとする部分がやっぱあったりするんですよね。でもそれで全然悪いことではなくて当然そのお国のためにやってるお仕事としては叱るべきなのかもしれませんけども僕みたい なんかこう中途半端な遺伝子が異文化が入ることによって僕は週4日間民間なので言葉尻も別にもちろん公平には扱うんですけどもなんか僕がへりくだっちゃいけないわけでもなんか僕がすごくホスピタリティ満載にサービスしちゃいけないわけでも全然なくってなんかそれを見ながらあなんか僕らのコミュニケーションってちょっと違和感あんのかなみたいなことをその官僚の人たちが知っていくっていうのはなんか今このたった3ヶ月ですけど雰囲気的に機運が高まっていてなんかこうお付き合いする人あなんかこう経産省って構えて、話に来ましたけども意外とニュートラルで良、かったですみたいなことが起き始めていてまだそれがでも経産省のためにどうなってるのかっていうのはまだ全然成果はないんですけどね。なんかそういうのはぶつかってダメって言われるまでこのペースでやってみようかなとはちょっと思ってます。はい、今言われて改めて思ったんですけど3ヶ月ってことはまだ12日ですもんね。そうなんですよ週1ですからねなんて言ったってそうなんです。それしか言ってないですね。こんなところで喋ってる場合じゃないですよ、ね、もっと国のために頑張れと思いますね。でもなんかそれも含めて僕もすごい最初結構戸惑った、まあ後でも話しますけれども、うん、やっぱりその公平性とかその平等というか、うん、結構民間だとあまり意識しなくてもよかった部分が結構重要なウェイトを占めてるなと思ったのもあるので、ネガティブに言うとそうなんですけど、でもなんか初めて国のために何ができるのかみたいな視座に立てたことは僕の中ではものすごい成長のワンワードだったなとは思いま
ますね。すいません、そんな感じです、はいはい、はい、ありがとうございます今、2人に関しては、まあ、基本的にはその民の方から官に飛び込んでというか副業というか、まあ、キャリアチェンジも含めて初めて思ったことだと思いますけれども、逆に篠原さんとしてはもっと官にいて、まあ、その中で副業として NPO に行ったっていう例だと思うのでちょっとまた視点が違うかもしれませんがお願いできればと思います。そうですね、まあ一つその始めてみて難しいなと思ったことがありまして、それはあれなんでその兼業の業務をいつやってるかなんですけれども、結局ですね、兼業しやすくなって、要するに兼業する条件が明確化されて、まあ、しやすくなったとは言われている一方で、その国家公務員法上ですね、平日のそのコアタイムは本業をやんないといけないんです。なので副業してる時間はどこかっていうと、平日その本業が終わった後の時間もしくは土日なんですね。となるとやっぱりその各関係機関との調整とか、普通はその平日のそのコアタイムやらなきゃいけないので、その部分が担えないとなると、 RCF としても平日の日中やってるけどそれに対して関わりづらいってことですか。関われないんですね。で、まあ、例えばその時間給取ってやるとかも基本的に許されてないので、本当にもうプラスアルファなんか労働時間が増えてるっていうのがあって、別にそれは今のところ別に苦ではなくて、やりたいことがやれてるので苦ではないんですけれども、そこがちょっとこうやってみてやりにくいなと思ってる一方で、まあ、結局の法律上その本業を専念しなさいっていうふうに書いてあるので、そこはちょっと変えてはいくのは難しいんですよね。そこをどうやってこ うまくやりくりしていくかっていうのはちょっとやってみて難しいなと今ちょうど感じているところではあります。ちょっとこれも僕勉強不足で恐縮なんで、分かれば教えてもらいたいんですけど、基準が明確化されたって具体的にはどういう、何がやりやすくなった感じなんですか、その春以降、3月以降。結局ですね、要するにこういう条件があれば兼業していいですよっていう、その条件が明確化されたんですね、人事局の方で。なのでその条件さえクリアしていたらその兼業で、結構あれなんです、省の中の手続きもなんかこう 2枚ぐらいの紙に、まあ、必要とされている項目書いて、しかも人事課の方でさささとこうもう許可してくれるので、まあ、やりやすくなった。条件が明確化されたから OK、NG が分かりやすくなって、おっしゃる通り、それがなかったらそもそもその判断もつきづらいから進まないみたいな感じですかね。はい、確かに分かりました。ちょっとこれ余談なんですけど、ちょっと僕この前知り合いと話してて印象的だったのがですね、同じくその国家公務員の有償兼業、お金をもらった兼業が始まりましたって話を、友人から聞いて、第1号が8月から始めましたって言われたんですよ。で、第1号が8月からってもっと前からやってるじゃないですか。だから何かって多分篠原さんみたく、もともとその兼業をやってるような国家公務員の方もいるはずなんだけれども、意外とそのことが知られてなかったりとか、あとはそのやり方が分かんないとかもあって、結構もったいないなとも思ってるので、そういったのはもっと多くの方に知っていただきたいですし、まあ、そのための場にも今日もなればいいなと思って、ちょっとぜひお話しいただきたいと思ったのもありますが、やっぱまだ知られてないんで、ぜひそこは僕らも情報発信頑張りたいなと思っている感じにはなります。はい、ですみません、ちょっと僕も少しだけ話をさせていただこうと思いますが、始めたのがちょうど1年ぐらい前になります。でですね、その時で言うと僕の場合ちょっと皆さん小菅さんは別として、結構2人と違うかもなと思うのは、民間企業も、ベンチャー企業も上場企業も経験していて、 NPO に関しても結構がっつり入っていた経験もあったりするので、セクターを超えるっていう点で言うと民間の、企業と NPO に関してはもともと結構やってたりしました。まあ、ただその中でも特に今回その国の方に非常勤として入っていて、非常に違うなと思った印象的だった出来事がですね、本当にこれ言ったら結構どうなのと思うかもしれませんが、目標設定がすごいやりづらいなと思ったんですね。目標設定がしづらいです。で、なんでかっていうと、NPO とかに関しては例えばですけれども、その支援者の数とかの目標があったりしますし、企業でいうとやっぱり売上とか利益って非常に分かりやすい、数字化しやすいものが設定できるんだけれども、そこだけじゃ測れないというか、本当にその別に数を追えばいいわけでもないし、いろんな調整事を考えるのも含めて目標設定がしづらい現状が特に中央省庁とかその広報っていう面でいうとあるなと実感しました。でそこはまだまだ全然個人的には解が見えてなかったりするんですけれども、できるところから始めたいなと思って考えていて、これもちょっと皆さんがどこまで普段知ってらっしゃるか分かりませんけれども、もともと興味があったけれども、それを現場というかその自分の仕事に落としていくのが難しいなと思っていることとして、例えば
未来投資戦略とか骨太の方針みたいな、一応単語だけは知ってるかもしれないけれども、それをじゃあどういうふうに業務の中の目標にブレイクダウンしていって落とし込むかとかは全然まだできてなかったりも個人的にはするので、そういったところはおそらく多分自分が入って思ったからこそできうることかなとも思って、今後考えていきたいなと思って、ちょっと真面目に話していましたけれども、こんなことをちょっと普段もこういう話してないからしなきゃなという思ったんですけれども、考えていたりしています。はい、ちょっとその始めた当初感じたこととしてはそんな感じかなというふうに思います。なんか事件的な話なんですけども、僕らは6月17日に採用が決まったんですけども、ちょうどそこからずっと NHK のカメラクルーが追っかけてくるっていう、非常にきつい状況で始まりました。なんか初日からって言ってましたもんね。そうなんですよ。初日の本当にカードをその持ってドアを開く瞬間からずっとカメラで追いかけられていて、中で事例をいろんな局長に見せに行くシーンまで全部追いかけられるっていうただでさえ初めてのところに入るのにそのカメラが回ってるという経験を、しながら過ごさせていただいたんですけど、なんかその時に少し違和感を覚えたのが、今こうみんながこう官民みたいな話をしている時にメディアもやっぱり少し官のなんか悪しき習慣を民間の僕がぶっ壊しに行くみたいなストーリーをなんか、ね、期待してカメラ回してたりとか、それをもともと描いてたんですよね。そう、描いてたんです。で、起きるだろう、起きるだろう、さあ起こせ、さあ起こせみたいな空気がちょっとあるんですよ。で、なんかこう注意したわけでもないんですけども、なんか そこの狙いに僕らが被さるのってちょっと違うなと思っていて、まだ当然初日だから分かんないっていうのもありますし、僕はもともとなんかいろんな地方行政の人と接点を持ってても、なんかそこの分断っていうものが別にそのなんかこう課題のコアな部分ではなくて、当然カルチャーが違う、セクターが違うところはそれなりに歴史も違うので、ズレはあるものの、なんかそこでどっちかが敵でどっちかが味方であるみたいな描写はすごく違和感があって、なんかこういういろんなプレイヤーが現れている今こそ新しいニュートラルなゾーンをどのようにその情報量としていっぱい出していくかってとても大事だなって、なんか今話してて改めて思いました。はい、まさに今その分断というキーワードを挙げてもらいますけど、本当そこをどう解決するかというか、分断しても全然社会前進しないと思うので、そこは本当作っていかなきゃいけないですよね。ので後ほどこの辺はまた触れれればなとも思うので、あとは何かありますか今この話で。なんか本当そういうこと言えば、数がねもうちょっと増えてこないとやっぱマイノリティっていうのはありますよね。数ってあるよね。圧倒的になんかまだ民間から来る人とか人気付きも含めて少ないので、まあ少数派だなと思いながら。数の問題ある気がするんですけど、僕入って逆に思ったのは意外と民間の人いるんだなと。出向者はいるんですよ。出向者はいるんですけど、霞が関っていう中に出向しちゃうと霞が関の人になっちゃうっていうねその軸足をどっちに置いておくかっていうのは結構大事なのかなと思うんですよね。そうですね。なのでそれも含めてそのまず現状をしっかり分かりながらちゃんと仲間を作るとかも含めて少しずつでもできることはあるなと思っていて、なんかあります。はい、分かりました。じゃあ次のテーマに行きたいと思っています。はい、これもですね、ちょっと副業とは違うかもって話もちょっと後ほどできればなと思いますけれども、官民副業だからこその難しさとか逆に生み出せるシナジーとかもあるんじゃないかなと思っていて、こういう話ができればと思っています。でちょっとトップバッターがいきなり違って恐縮ですけども、副業じゃなくてもこういったテーマでなんか話をできることがあればぜひお願いしたいと思います。そうですね、今回官での経験をして思ったのは、圧倒的に数が少ないとはいえ結構そういう意識高い広報をやってる官僚の人もいるんだなっていうのは発見で、その広報会含めて当事者としてそれが見れたのはすごく良かったなって思いました。で結果として私こう任期が終わった後またメディアに戻って仕事をしたいなと思ったのは、こういう動きをもっと社会に伝えることっていうのはメディアの立場に行くともっとできるかなとか、そこを経験したからこそやりたいことがまた見えたというのはありますね。これはなんか当事者にならないとなかなかわからない感じだったかなという気がしています。どうですか。もうまさにニュートラルがいいと言いつつも、そのニュートラルだから難しいともやっぱり思っていて、当然僕はその予算を持ってるわけでも権限を持ってるわけでもないので、ただ名前で、週一官僚として働いていますっていうものだけで、何かこう新しい創造性を、生み出していかなければいけないっていう、そこのなんかゼロから一を作る難しさっていうのは常に感じてます。
ただ一方で生み出せるシナジーっていう風なキーワードでポンと思い浮かぶのが、まあ本当に若い官僚優秀で、そしてガッツセンターで頑張るし、なんかその世の中にもしかして間違った形で何かこう政府が悪いことするとか、なんかバッドニュースが出るみたいな、後ろになんか官僚も悪いことしてるんじゃないか風な発信がされちゃう時があるんですけど、いや中入ってみると本当にもちろん頭がいいだけではなくてですね、ものすごくその寝ずに頑張るとか情熱がものすごいパッションが強烈みたいな人たち もう山ほどいて、なんかそういう人たちに何かこうスポットライトがもっと当たるとシナジーみたいなものが生まれやすいのかなとか、それを誰かが評価するというよりも彼らがもっともっと自分たちのなんか生きがいとして、人に称賛されながら活躍していくみたいなのを社会全体として盛り上げていく機運ができたら嬉しいなとはちょっと思ってますね。シナジーっていう意味では、はい、ありがとうございます。ちょっと時間の関係もあるからポンポンポンと最初いっちゃおうかなと思いますが、うん、引き続き篠原さん、ぜひお願いします。はい、まあ、生み出せるシナジーなところなんですけど、若干まあ繰り返しになるんですけど、やっぱ社会課題を解決していくにあたってやっぱ行政だけ担えるっていうところはちょっと限られてくると思うんですよね。なので、まあ、今後行政官も、まあ、もちろん行政官として行政、そして民間、そして NPO、 おのおのの3セクターのですね考え方っていうのを知った上で物事を進めていかないといけないと思っているので、私としてはですね、その、まあ制度上なかなか難しいところもありますけれども、もっと行政官もですね副業して、もうその3セクターのですね考え方、まあ、3セクターのリーダーとしての視点を養った上でまた行政としての仕事に生かしていくっていうのをもっとやっていけたらいいんじゃないかなとは思っております。本当行政官の副業増えると面白いですけどね。その際やっぱネックなのって働き方改革になってくるんですかね。おっしゃる通りだと思います。なので、まあ、もちろんその本業は本業の時間として縛られているのはもうどうしようもないと思うんですけれども、その今私ができているのが結構ですねそこまで深夜残業をしてないので、まあ、その時間をきちんと当てられているので、まあ、国家公務員の副業を進めていく上ではその国家公務員として そもそもの本業の働き方改革っていうのもだんだん、まあ、私が入省した当時と比べればペーパーレス化だんだん進んできましたけれども、まあ、それだけじゃなくてですね効率化っていうのを進めた上で、まあ、副業っていうのもできる、みんながですね結構ですねみんな副業したいと思ってる方はまあまあ周り聞いてみてもいるんですけれども、やっぱ深夜まで残業しててそれでちょっと土日もちょっとそれで副業ってのはしんどいなっていうのはやっぱ本音なので、なのでその本業のところの働き方改革を推進した上での副業っていうのを進めていかないといけないんじゃないかなと個人的に思っております。まさにちょうど先月かな、結構話題になった厚労省のペーパーってご覧になった方いらっしゃいます？働き方改革も結構提言が載っていて、ありがとうございますとかに関しても多分まだまだ知られてなかったりするので、ぜひ皆さんにも手を取ったり見ていただきたいなとも思いますし、まあ、まずは自分たちからそういう改革を少し進めていくっていうのが重要かなと思います。でちょっとすみません、僕も少しこのテーマ話したいなと思って、意外と僕小助さんから出るかなと思いつつ出なかったんで僕から言おうかなと思いますけれども、官民副業だからこその難しさって僕は結構コミュニケーションコストがあるなと思ってるんですね。副業でいうと別に週1でも週2でも民間でやったらやっぱ時間かけきれないから頑張れないってあると思うんですけれども、でももともと NPO とかでもやってたからその同時にマルチにいろいろやるのは別にあんまり苦じゃないんですよ。ただ結構その霞が関で苦戦してるのはそのコミュニケーションコストっていう点でやっぱりツールが使いづらいというか、例えばそのスラックとか Teams みたいな普通日常を使ってるあのツールがないから基本的にはやっぱりメールベースで連絡来たりするんですよね。でそれだとやっぱりその距離感があるのでメールをバン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 送って、僕の勤務日じゃない日にメールをバンバン来る人は多分いないと思いますけれども、スラックとかチームだったら多分勤務日じゃなくても結構気軽に連絡くれて状況を追ったりすることもできるかと思っています。何が言いたいかっていうと、特に小助さんそうだと思うんですけど、1週間前に出勤して次1週間経つと結構物事が動いていることあると思う。そうでしたね。そう。それは結構それで今困っていることがあって、多分それがツールとかがあって、ちゃんとその行政情報システムとかがうまいのがあれば解決できる部分もあると思うけど、それが結構ないのは苦戦するところだなと思って、そこはちょっと改革を期待するところかなと。本当そうですね。そこは思います。週1なのでおっしゃる通り、7日前の情報がアップデートされて7日後に行くと全然違うことになってるってことが本当にはまたあるので、それを中間地点で見れないみたいなものは、まあ難しさはありますね。そうですね。なのでそういったところは課題、難しさかなとも思いつつ、逆に本当生み出せるシナジーとしてもこれをすごいお伝えしたいなと思うのは、やっぱりどちらにとってもそのセクターで経験したことって本当に篠原さんがおっしゃる通り活かせるなとすごい実感しています。
特にこの1年間やってきたことも振り返ってみるといろいろあるんですけれども、例えばですけれども僕の場合そのマーケティングとか広報ってやってるんで、民間企業でいると例えばですけれどもシャープさんとか谷田さんとかがツイッター活用を中の人としてすごいうまくやってるとかって結構有名事例で知れ渡ってるんですね。まあ、ただそれって結構僕も民間企業の方にそういった話をしに行くと、いやうちは大企業だったし硬いから無理だよって話を結構聞いたりします。一方、国の方に行って話を聞くと、これもちょっと皆さんどこまでご存知か分かりませんが、首相官邸のインスタグラムが結構話題になったのって知ってたりしますか？首相官邸のインスタ、これもちょっとぜひ皆さん知っていただきたいなと思うんですけれども、首相官邸インスタが女子高生が中をやってるんじゃないかってぐらいうまくて話題というか、インスタのストーリーズとかの使い方がうまいんですね。でそういった話を見ると、まあ、実際別に、多分官邸って一番固く運用してもおかしくないようなところでもそういう緩い運用をするとかも含めて、やっぱり振れ幅がいろいろあるので、そういう事例をまた民間の方に持って行って大企業とかに説明すると結構響いたりするケースもあるっていう、どちらにとっても学びが結構あるなと思っていて、そういったのはまさに官民副業でやってる人たちがどん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 そういう事例を持って行って、垣根を越えていくっていうのが重要かなと思って、ぜひご紹介したいと思っていた感じになります。なんか、ね、チャレンジはやっぱしてる気がします。制度っていう風な意味ではまだ固まった制度は経産省の場合はないんですけど、例えばメールを外で見れるようにするのにもう少しハードルを低くしようとか、いろんなものをそのゼロから1生み出そうとして前向きにはなってる感じはするかなと思いますね、そういうものに対して。そうですよね、まさにそういったのも、まあ、まずはその身近に触れて知ってほしいし、ちょっともう一個お伝えしようかなと思ったのは、僕その官民副業っていう点でいうと、これもやっぱ重要かなとも思うのは、2年間とか3年間とか5年間官にいましたとかなると別に悪くないですけれども、その間やっぱりその3年から5年間ぐらいの民間側の事情から遅れちゃったりとか、逆もまたしかりで3年から5年間の方から離れたってなると、その分やっぱキャリアとしては遅れちゃうと思うんですよね。それをやっぱ同時に副業でやることによって、リアルタイムにその情報をちゃんとキャッチアップしながら双方に生かしていくってことができうるかなとも思うので、そういう点でも別にその転職とかそのキャリアを変えることを否定するわけじゃないですけれども、副業っていうスタイルでセクターを超えていくことはもっともっと増えていっていいんじゃないかなと思って、ちょっとこのテーマも話をさせていただきました。でただちょっともう次に行こうかなと思ってるんですけれども、ちょっとここからはですね、先ほど小菅さんから挙げてもらった分断っていうキーワードも含めて話をしていければなと思っております。セクター間の分断とは、これ私流解決法でいいんですよねっていうものを、もともと小菅さんからこれは話したいって言って挙げてもらったんで、ぜひ入れたいなと思ってますし、よければちょっとこれはトップバッター小菅さんでぜひお願いしたいなと思いますが、自分で書いておきながら、多分いろんな世の中には分断があって、あえて今回トライセクターだったのでセクター間の分断に少し絞り込みをすると、 NPO と民間でも、民間とその間でも、もちろん間と NPO の間でもさまざまな分断があると思うんですよね。でもちろん僕らはいろんな分断の中で、それを全てオールクリアにして平和共を作ろうとしているわけでは当然ないんですけども、なんかその、分断に立ち向かう姿勢とか所作みたいなものっていうのが、まさに僕らみたいな衆丸々官僚みたいなのが求められているところなんじゃないかなと思って、この問いをちょっと立ててみました。僕が感じているのは、むしろ社会の方で、社会が何か官と民っていう風な二元論でこう話しがちなこととか、何かそこに対してこっちはこういう原理で動いてるけども、あっちはああだよねっていうようなものそのものが何か分断をより増長させてるような気がして、ならなくて、僕の解決方法はなんか常にいろんな人の思っている何かこうじゃないかみたいなことを、そうじゃないよと柔らかくこう伝える技術みたいなのが僕の実は求められている、スキルなのかなと思っています。なんか例を挙げれば一番面白いのかな、それこそ先ほどの NHK の事例でもずっとその地方出張までついてきて、インタビューのシーンでは、で小菅さん一個でいいんです、何か今官僚の方に向けて言いたいことはありますかどうぞみたいなこと言われるんですけど、あこれまた煽ってくるなみたいなことを考えたときに、いや僕が変えようなんてことは思ってませんと、ただ何か僕を通して自分が変わろうとするふうな機運ができたら嬉しいですねっていう話法だけでずっと逃げてきたんですけども、結果的にはその報道がどうなされたかっていうと、
3ヶ月間一緒にやってきた課長補佐が、最終的に自分は何か組織の固い中で、ちっちゃくなっちゃってたけども民間の人と一緒にプロジェクトを進めることによって、開けてもっとチャレンジしていいんだっていうことに気づかされましたっていう現地が取れたので、うん、僕が何かそっちに誘導して僕がフォーカスされて、戦う民間みたいな絵の出方ではなくって、何か受け入れて柔らかくなっていく官僚みたいなところにフォーカスされた結果、まあ、僕は実は狙い通りだなとは思ったんですけども、なんか皆さんの中でもそのセクター間の分断は当然何かしらこう熱いものでも薄いものでも感じているものがあって、何かそこを自分っていう駒がいたことによって、あ、いい感じになったなみたいな事例をぜひ今日は4人3社3用4社4用ちょっと聞きたくてですね、立ってきました。例えばどうですか、その復興庁みたいなものも含めて、RCFの方に行かれた時に何か当然なんか分断みたいなものにぶつかったこともあられるでしょうし、なんかそこで自分がハブになってどうなったみたいな事例とかあったりしますかね。それスイッチ入りにくいですすいませんですね、具体的な事例で申し上げるのは若干まだちょっと難しいというかないんですけれども、そのやっていいと思うのが、まあ、今だと、まあ、民間、行政、NPO で、まあ、もちろん民間だったら利益出さなきゃいけないとか、おのおのが担わなきゃいけない使命みたい、使命というか、ものはあると思うんですけれども、まあ、ある意味最終的な理想かもしれないんですけど、そういうふうに要するに、まあ、私はもう民間のセクターの人です、私は行政の人です、私は NPO の人です、じゃなくて、まあ、本当にもう社会課題解決するにあたってはもう民間だけでとか行政は行政だけで解決できないので、そのセクターのそのおのおのの要するにまあ言語というか立場を理解した上で、かつまあ人がもう民間だけ、私は民間の畑しか民間のキャリアしか歩んでませんっていうだけじゃなくって、できれば民間も行政も経験しましたよとか、民間と NPO を経験しましたとかですね、まあ2セクターでも3セクターでもいいんですけれども、いろんなセクターを経験した人が増えてくればこういう分断っていうのも、まあ、なくなっていくんじゃないかなと、まあ、ある意味ちょっと理想でありますけれども、まあ、最終的にはそういう人たちが増えていったらいいんじゃないかなと思っております。はい、同じくなんかそのいい事例になりたいなっていう思いはなんか常にあって、中1官僚みたいなところが僕らが悪い事例になるともう次年度以降多分ないなみたいなところもやっぱりこう責任としては思ってたりするんですよね。そういう意味ではなんか去年からやられていて先輩衆まるまる官僚さんじゃないですか、はい、そういう意味ではなんかこう次世代に、いやもうその後も2人増えてるんですよね。なんかそれをなんかこう未来に向けてどうしていきたいみたいなことってあります？後人を増やしたいとかこうあるべきだとか含む、まさにそれは今後考えていかなきゃなと思っていて、まさに僕も同じようなことを考えているというか、週丸官僚に関してももっと増えるといいなと思いますし、セクターをつなぐ役割ももっと社会に認められて、そこにお金もちゃんと発生するし、プレイヤーが増えていくっていうのはすごい目指したいなとは思ってますね。ちょっと1個だけ誤解を招きたくないんでお伝えしたいなと思うのは、一応今回官民副業って言ってるから逆にその官民の分断があるんじゃないかとか、トライセクターっていうと、まあ、3つ政治行政 NPO 民間企業との3つっていう意味合いで言ってるから、3つ以外はどうするんだって話も含めて、まあ、本当マルチセクターでいろんなところの垣根を越えてつなぎ役っていうところが増えるのが重要かなっていうのも含めて話したいなと思ってるんですけれども、改めてですけれども、やっぱこれもちょっと最後の方の話につながっていくんですが、やっぱキャリアってとはいえ個人の人生も重要だったりするので、あまりそのチャレンジしすぎも難しかったりするじゃないですか、そうですね、いろんなものを犠牲にしてね、良いバランスをちゃんとまずは僕らがしっかり見つけていって、ね、その中で本当におっしゃったみたいにいい事例としてちゃんと後輩が増えるとか、新しいとか増えるっていう風にしていきたいなと思っているという、ちょっとなんか終わりっぽい話になっちゃったんですけど、まあ、そういったのを考えていたりしてます。はい、ありがとうございます。よければね、そう、私もまあずっと民間長かったんで、周りからもよく行くね、どうしたのみたいなすごい言われました、なんでまあ私みたいな例が増えることがなんか何でしょうね、門戸を開くことにもなるのかなと思ったりはしました。で、自分の中でもまあ私のキャリアって編集も長かったし PR も長かったし、そこも違うキャリア行ったねって思われることもあるんですけど、結構編集と PR って同じように情報発信で表と裏みたいな形でつながってて、で、まあ、今回行政の仕事も、まあ、民間とやはりつながってるところもあるなと、自分なりのこうつながりを感じながらうまくつなげられればいいのかなというふうに思ったりしました。はい、ありがとうございます。ちょっとそういった話も含めて、なんかこの話だけでももっと話したいなと今思いつつ、時間が多分残り10分ぐらいになって、あ、そうなんですね、あ、そうか、4時まで4時までですね、確かこれ
なってしまっているので、はいはい、もしよければですね、この後少しの時間を設けて皆さんからも質問とかがあればお答えしたいなと思いますし、なければ多分小菅さんが僕らに振ってくれると思うので、はい、そういう話をしたいなと思ってるんですけれども、はい、皆さんの方から何か質問があれば、はいはい、ぜひ、はい、ぜひお願いします、はい、どなたかマイクをこう1個、はい、あとこっち3本で回すんで大丈夫です。横浜から来ました佐藤明弘と申します。どこからありがとうございます。セクター間で KPI が違うような気がするんですけども、 KPI の違いでここはだいぶ違うなと思われるところがもしあったらですね、ちょっと教えていただければと思うんですけども。なんかプロジェクト、ちょっと個別事例でお伝えするのは難しいんですけれども、まさにその KPI の違いばっかりというか、これって別にその副業として入ったからどうこうでもないですし、おそらく官民連携でも同じテーマかなと思っています。例えば文科省にいてもその企業にお願いすることありますけれども、その企業がしたいこととこちら側が求めていることってやっぱりすり合わせが非常に重要で、そこは別に違う例ばっかりなんですけれども、その違うところをいかにそのお互いが歩み寄ってここだよねっていうその共通点を見つけていけるかどうかなのかなと思っていて、むしろ僕らはそういう役割を担わなきゃいけないですし、そこは本来は僕らみたいな人がいなくても双方がちゃんとお互いすり合わせていくってことをやっていく必要があるのかなと思って聞いていました。プロジェクト、確かに個別の KPI みたいな話にはなかなか集約できないんですけども、僕は少し近づいてきている部分を感じていて、特にそのバックキャスティングとか今その国全体でやってるムーンショットみたいな話を引き合いに出すと、何かまずはあるべき理想みたいなものをその数値上だけではなくって、国はこうあるべきとか産業はこうあるべきとか教育はこうあるべきだみたいな大きなそのこうあるといいよねみたいなところから逆線表を引いて、その世界に行くためにどうやっていくかみたいなアプローチが割と省庁をまたいでもいろんな部門がそういう動きをしてるんですね。でこれ民間に目を落とすと、例えば加藤さんがいっぱい付き合っている Facebook さんとか Google さんとかみたいなところも含めて、非常に大きな理想郷みたいなものからブレイクダウンしていくと、今何すべきかみたいな風土って、これ官も民も今なんかそっちが少しトレンドになってるのかなと。日本ってどっちかというとフォーキャスティングでいろんなものを積み上げていって実績を残していって KPI 達成、じゃあ次年度以降 105% みたいなところで力強くなってきた雰囲気はあるんですけども、なんか今僕の勝手な肌感としては政府の人たちもバックキャスティングみたいな言葉が民間の人と共通言語で話されている感じを見ると、違いこそあれなんかこう今一枚岩になろうと少しずつ距離がキューッとなってきてる感覚を得ています。もしかするとちょっと偏見かもしれませんけど、なんかその辺ないですか？私もそれ思います。特に広報やってるので、昔は本当にメディア露出何ページ出たねいくらですみたいになってたけど、バイデカンさんね、そうそう、けど今はなんか会社としてどう見られるかとか、じゃあどういうイメージの会社にしていきたいみたいのって、すごい外務省でやってた日本をどう見せるかみたいなものと近くって、結構外務省の指標の方がこういう指標で民間の企業もやってったらいいんだなって、国の方が進んでるなって思うような部分も今の時代だからかなと思いますけどありました。なんかそういう意味では今の Q を生かさせてもらって、なんか KPI の違いみたいなものをミント間で論じてみたいっていうちょっと欲求が今出ました。まだまだあるんだと思います。僕ら たった4つの事例しかないですけど、なんか今のご質問はすごいいいグッドポイントだなと思っていて、そこはすごく話してみたいテーマでもありますね。ぜひせっかく聞かせていただいて、後でまたぜひ話させていただければと思います。ありがとうございます。他もしあればどなたかと思いますが、いかがでしょうか？なかなかピンで質問するのは難しいかもしれないので、僕から投げかけてみていいですかね。挙手で。あと2分。はいはい。週丸日完了みたいなのを今日の話聞いてやってみたいなと思う人、ちょっとどれぐらいいらっしゃいますかね。はい、やっぱり、ね、ありがとうございます。カメラの向こうの方、これね、会場の3分の1の方がね、今手を挙げていただいて、もうびっくりしてるところなんですけども、そう、これね、すごく大事なことで、やっぱり僕らがなぜここでみんながどこから集まって話をしてるかっていうと、未来に向けてその事例なり、後進を育てたいと。でもそれって何か僕が人事権を発動できるわけでもなく、何か感じ取ってもらって楽しんでいただくことが大事なのかなというふうに思いました。はい、本当に今非常に素晴らしい問いかけをしていただいて、本当に今特に手を挙げた方々、ぜひ後で一緒に話をして、どうやったら始めれるかとか、逆にこちらとしてもその受け入れ枠を作んなきゃいけないのもあるので、その辺本当に考えたいなと思っていて、ぜひご一緒させていただければと思っています。はい、と言いつつ、ちょうど今あと5分というのもそろそろ出たんで、そろそろちょっと締めのメッセージの方にも行ければなと思っているんですけれども、はい、すごい段取り。
はい、まあ、最後にということで、一応、1人当たり、まあ、4人なんで1分ちょいということで、うん、まあ、1分目安に最後その今日話した感想とか、うん、言い足りなかったこと、まあ、これ喋ってないってことがあったりとか、もしくは皆さんにメッセージとかがあればぜひお願いしたいなと思っていて、あのまたちょっとこの順番でお願いしてもいいですか。はい、そうですね、あの、まあ、短い経験の中からあのお伝えできたこともあったらよかったなと思います。あのすごくあの私自身はあの副業じゃなかったこともあってかなり勇気ある決断だったんですけれども、でもすごく良かったなと思います。なんか皆さん人生をこうちょっと転換したいなみたいな時期だとか、もっと知見を得たいなっていう時にぜひあのこうあの転職、民間の転職だけじゃなくてそういう国っていう選択肢もあるっていうのをあの覚えておいていただけるとあの良いのかなと思ったりしています。ぜひあの仲間になってくれる人が増えたら嬉しいです。ありがとうございます。僕は今日のトークをそのしてて加藤さんの言葉がちょっと印象的で、その僕ら結構人生をかけて働き方を改革したみたいなところってやっぱあるんですよ。で何が嬉しいって NHK のことやいや言ったりしましたけども、あのその報道を見て誰が一番最初に喜んだかっていうと、父親から電話がかかってきて、なんか出てたよと。でその今度は父親がもともと事前に言わずに、はい、あの母には言ったんですけども、 あまりそこのコミュニケーションパスがうまくいってない状況もあってあの伝わってるような伝わってないような感じで、父は誰から聞いたかっていうと、父 その大学時代の友人からお前の息子じゃねえかっていう風に出たと。なんかそれってなんかこう違う形の親孝行みたいなものを含めると、あ今は働き方の話をしてるんですけども、なんか生き方そのものを少し新しくそのいろんな僕の身の回りの人たちに知らしめることができたんだなと。なんかそこがなんか身近な人たちを幸せにする行為で、ある働き方を選択できれば何か面白い人生になるんじゃないかなというふうに感じました。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ先ほど投げかけていただいて何人かその週丸あ何かじゃなくて大半の方がですね週丸管理やりたいなって手を挙げてくださって嬉しいなと思いまして、やっぱりですねこれから生きていくにあたってやっぱ自分で自分のキャリアを築いていくっていうのはなんかあるべき姿じゃないかなと思っているので、ぜひともですねやりたいなって思った皆さんはぜひあのファーストステップを、してあの私たちと一緒のこちらのサイドに来てくれると、そうここまで、はい、来てくれると嬉しいなと思っているので一緒に頑張れたらなと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。じゃあ加藤さん、すごいお参加すごい短めでなんか結構まだ3分ぐらいあるから、ええ、加藤さんがやっぱこれを、ね、企画してるんで加藤さんが最後締める3分尺を残したい。3分もつかないので一応まあ軽く話をさせていただくと、はい、改めて皆さん今日はありがとうございます。と一応ですね今回のそのセッション企画もそうですけれども、やっぱりまだまだその意外とこういう働き方ありだなって思ってくれる人がいるはずなんだけれども、やっぱその選択肢が見えないと考えることも結構難しかったりすると思うんですね。僕自身週2管理をもともと始めたのってやっぱその前にいろいろプロセスがあって、例えばですけれども今日この会場にもいらっしゃいましたけれども、あの政府 CIO 補佐官の方々とかって週1日から民間と兼業で結構やってる人も大勢いたりしますし、あとはですね今日他の会場でセッションやってましたけれども STO ってご存知の方いらっしゃいますか。 STO ソーシャルテクノロジーオフィサー、ありがとうございます。まさにその STO みたいな、NPO に、企業でいう CIO みたいな形で、エンジニアとかその経営の意思決定に関われる方々が入っていくっていうその STO プロジェクトっていうものも Code for Japan さんが旗振り役でやってくれていて、まさにそこに今登壇者の方もいらっしゃいますけれどもあったりしていて、何が言いたいかっていうと官×民の中でもいろいろあるし、じゃなくて民×民でもやっぱりいろんな違いがあるので、そこ あの垣根を越えていくようなプレイヤーが増えていく選択肢がかなり今多様になってきてるんじゃないかなと思っています。なのでそういったのは本当にぜひ皆さんにも知っていただきたいですし、個人的にもう一個ぜひこれお伝えしたいなと思ったのは、最近個人的なあのマイブームがですね、あの政策起業家っていうあのキーワードでして、政策ってあの政策なんですけれども、ちょうどそういう本を読んでですね結構感銘を受けました。でそこにあった印象的なエピソードがアメリカの方でですけれども、もう50年間ぐらい続いているホワイトハウスフェローシップっていう制度があるらしくって、ホワイトハウスフェローシップ、これ何かっていうと、まあ、30歳前後の結構優秀なビジネスパーソンが1年間とか2年間というスパンで、アメリカ政府の、まあ、ちゃんと給料をもらいながら、政府高官の方々のアシスタントとかをするっていう、まさにその官民の垣根を越える経験を結構若い段階からしていって、将来的にちゃんとその社会を良くするような仕事をするための、まあ、トレーニングというか研修期間があるみたいなことも聞いていてですね、これ素晴らしいなと思って、そういったの日本でももっと増えるといいんじゃないかなと思ってあの本を読んでいました。
なのでその政策起業家の本もぜひ皆さん興味があれば読んでいただきたいですし、官と民もそうだし、 NPO、 政治行政、民間とか含めていろんなセクターの垣根を越えていくプレイヤーが増えるといいなと改めて思っています。まあ、ただその際にやっぱ重要なのが自分たちの人生キャリアも大事だと思うので、無理しすぎずにできるところからっていうのもすごい大事かなと思っていて、そのためにもやっぱりあの僕らの経験したことはぜひ参考にしていただけると嬉しいなと思うので、ぜひこの後あの名刺交換とか含めてお話しさせていただければと思っております。のでちょうどあと12秒という形になっているので、この辺りで終わりにさせていただきたいと思いますが、もう大丈夫ですか、終わっちゃって、はい、ので今日は皆さんご清聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。皆さんもありがとうございます。